皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日はこちらの商品ということで、まあ皆さん大好きクニペックスの握り物の3本セットをご用意しました。で、これはあのファクトリーギアの限定の特別セットで、まあどちらかというとですね、まあオートモーティブ系で非常に人気のある組み合わせなんですけれども、これを2種類ご用意しました。で、オフィシャルのセット、まあクニペックスさんからちゃんとご承諾いただいているということで、こちらのイブエトレにはですね、なんとクニペックスのロゴがしっかり入っておりますとっていうもので、本当にこの型にすっぽり埋まった EVA なんで、工具箱の中にポショッと入れていただいても暴れずに、セットできるというようなものです。で、こちらとこちらで違うのは、まあ、グリップの形状ですね。こちらはコンフォートタイプということで、力がかけやすいとっていうもので、どちらかというとね、最近はですね、インダストリアル系のこう力ガーン使いたいみたいな方なんかに人気なんですね。で、ヨーロッパでは実はこっちが圧倒的に人気なんですけども、日本では未だにこのスリムな、グリップタイプが人気で、これやっぱり日本人が繊細な作業をしたいっていうことだと思うのと、スペースがないところでもグリップに邪魔されずに入っていけるっていうことで、こちら人気のセットでございます。で、全体的にこちらはつまりスリム系と、こちらはちょっとこう、がっつり系って分け方をしてあります。で、コブラの方もですね、こちらがエクストラスリムっていうことで、よーく見ていただきますとくちばしの部分が細長いと。で、これは一般的なものなんですけれども、これ見て比べていただければお分かりになる通り、ここのね、先端の抑えられる、ギザギザのエリアがこちらに比べると圧倒的に大きいとっていうことで、まあ、薄物とかそういったものをしっかり加えて使いたい、狭いところで使いたいということで出た、商品でございます。エキストラスリムね。で、僕これちょうど発売される前直前ぐらいにドイツに行ってて、おそらくこれからオートモーティブ系が、こちらのエキストラスリムが主流になるんじゃないかっていう話を聞いた覚えがあるんですけれども、その内容が正直言って頭に深く残っていないので、あんまり衝撃的な理由じゃなかったじゃないかなただ単に忘れちゃっただけなのかもしれないんだけどいや、そういうことなのね。で、だからもう一回ね、ちょっとね、この商品が生まれた背景みたいなことをもう一回確認したいと思うんですよ。で、クニペックスさんって新しい商品作る場合ってすごいマーケットリサーチこうしましてですね、よっぽどの深い理由がないとなかなか新商品作ってくれない会社なんで、まあ作る量が半端ないので、なのでちょっとこれを作った背景とかもうちょっと詳しくクニペックさんにインタビューして、もし面白い情報が入ったらそちらについてもお届けしたいと思います。ただまあ今回のセットに関して言うと、こちらがまあ握りとか全体的にスペースがない、スリムな形状のものを集めたものだとっていうことと、こちらはもうパワフルに使いたい、もうクニペックスらしくパワフルに使う握り物ということで、まあ、2つの特徴を分けて作られたファクトリーギアの限定オリジナルセットでございます。ぜひ皆さん、まだクニペックス使ったことないぞという方もですね、また、もうワンセット余分に、ちょっと揃えてみようかなという方も、非常にお得な、プライスとお得な組み合わせになっておりますので、ぜひ、ご検討いただければと思います。それでは皆さん、さようなら。